ブリュッセル市電はベルギーの首都ブリュッセルに存在する路面電車。地下鉄と同規格で建設された地下路線、プレメトロを含めてブリュッセル市内外に大規模な路線網を有しており、2020年現在は地下鉄や路線バスとともにブリュッセル首都圏交通により運営されている。ブリュッセル市内における最初の軌道交通は1869年から 営業運転を開始した馬車鉄道であった。開業当初は、郊外方面への乗り合い馬車と共に、イギリスのロンドンに本社を置く、ベルギーストリートレールウェイズオムニバスによって運営され、1874年以降は、他の乗り合い馬車事業者の路線と共にブリュセルトラムへと移管された。従来の乗り合い馬車と比べて乗降が楽で輸送力が高い馬車鉄道は、 評価が高かったが、一方で多数の馬を必要とする点が収益の面で問題となり、さらに一部区間では急勾配を乗り越えるために頭の馬が必要となっていた。そのため、運営事業者は開業初期から馬に代わる動力を模索しており、ブルッセルトラムへの移管後の1870年代後半からはスチームトラムの導入が行われた。試運転前の見積もりでは、 走行費用が従来の馬から半分以上削減されると見込まれていたが、試運転では故障が相次ぎ、さらに途中の勾配区間で十分な牽引力が出せず、本格的な導入は実施されなかった。1880年代には蓄電池を用いた車両の運行も行われたが短期間で終了し、最終的に馬車鉄道を置き換えたのは1894年から、 営業運転を開始した路面電車であった。その後、ブリュッセルトラムによる路面電車路線の運営権を1945年まで延長する認可を得た1899年以降、既存の馬車鉄道路線の電化に加えて新規路線の開通も積極的に行われるようになったほか、同年には機関線ミリメートルの路線を運営していた。 ブリュッセル・イクセルブルーンでベン鉄道が1928年には同じくブリュッセル市内で路面電車を運営していた一般経済鉄道協会を吸収合併した。そのうち前車は合併以降ブリュッセルトラムに合わせた期間 1435mm の改め機が実施された。車両についても大型化や主電動機の増設、付随車の連結による 輸送力増強などが実施され、1910年代には線路の交換により車両重量増加や速度の向上に対応した。その結果、馬車鉄道時代の1885年時点の総延長は3 7トルであったが、1905年には1 1 0トル第一次世界大戦後の1925年には1 8 5トルへと拡大した。 1930年代以降もボギー車の導入、変電所の増設や近代化、車庫の拡張、パンチカード方式の乗車券の導入など、積極的な近代化が行われ、利便性の向上が続いた。そして延伸も継続して実施された、結果、第二次世界大戦終戦時の1945年時点で、総延長は 241km に達した。 第二次世界大戦後の1945年にブリュッセル市電を含めた同市の公共交通機関を運営していたブリュッセルトラムの契約機関が満了を迎えたことにより翌1946年に立ち上げられた暫定的な運営委員会を経て1953年からはブリュッセル首都圏地域やブリュッセル市ブラバント州等の自治体が出資したブリュッセル首都圏交通へと移管した これらの運営組織は戦前から引き続き路面電車網の近代化を進め、既存の車両の内装や機器の更新、電停や線路の交換などが実施された。その中でもエポックメイキングとなったのは1951年から営業運転を開始した PCC カーと呼ばれる電車であった。これは戦前に アメリカ合衆国で開発された高性能かつ騒音や振動が抑制された路面電車車両で最初の形式となった T7000 型はブリュッセル万博に向けた増備分も含めて170両以上が量産された。さらに1960年代以降は連接車の量産も開始されたことで戦前から使用されていた車両の置き換えが進み多くの二軸車は1960年に 車体更新が行われたものの1980年代までに営業運転を終了した。その一方で1950年代高級速なモータリーゼーションの影響により道路の混雑が問題となり始め路面電車を含む公共交通機関は定時性を確保することが困難になってきた。それを受けて1956年以降、 ブリュッセル市電では一部区間の専用軌道化や地下化を実施したが、1960年代以降も道路の混雑は深刻さを増すばかりであった。さらに、同年代は路線バスへ置き換えられる形で市電の一部区間の廃止が始まっていた。これらの事態を解消するため、ブリュッセル首都圏交通は地下鉄と同規格のトンネルを建設し、 路面電車の使用区間を移すプレメトロの導入を決定し、1969年から営業運転を開始した。その後もブリュッセル首都圏交通は、プレメトロのエンジンや新型車両の導入などの近代化を継続して実施したが、これらの多額の投資に加え、オイルショックの影響や利用客の減少により、経営状態が悪化し、1978年には、 完全な公的機関へと移行した。路面電車についても1976年から営業運転を開始したブリュッセル地下鉄への置き換えに、加え、ブリュッセル首都圏交通事態の財政難が影響し、1983年にはブリュッセル市電事態を全廃する案が発表される事態にまで至った。各方面からの抗議により計画は実現されなかった。 もの路線網の縮小は継続して行われ、同年時点で1 5 0トルだった。総延長は1980年代末には1 3 4トルに縮小した。市電を含め、老朽化や利便性の減少が長年の問題となっていたブリュッセルの公共交通機関の近代化が始まるきっかけになったのは、1991年に、 ブリュッセル首都圏政府とブリュッセル首都圏交通の間に双方の権利や義務を明記した契約が交わされたことであった。さらに同年代には環境問題への意識の高まりから公共交通機関の見直しが進むようになっていた。その中で長年投資が抑制される応急化が進んでいたブリュッセル市電も本格的な近代化が行われるようになり、 市電開通100周年を迎えた1994年からはバリアフリーに適した超低床電車の T2000 系の運行が始まった。それに先立つ1991年には一部区間の延伸が行われたほか、1993年にはプレメトロの延伸も実施された。2000年代以降も新型超低床電車の導入や、系統の再編、運行ダイヤの高頻度化、 パターンダイヤ化により利便性の向上に努めている。路線の延伸も継続して行われており、2018年には長年計画が行われていた新たな主要系統である9号線が本格的な営業運転を開始している。これらの積極的な施策は環境対策の面からも高い評価を受け、ブルッセル首都圏交通や 首都圏政府とともに環境に関する多数の賞を受賞している。2020年現在、ブリュッセル市電は、総延長 147km17 系統の路線網を有しており、環境に優しく利便性の高い公共、交通機関として、地下鉄や路線バスとともに利用客数を伸ばし続けている。黒野の路線図1.25.65線は、 ブリュッセル地下鉄の路線である2020年現在、ブリュッセル市電には以下の18系統が存在し、ブリュッセル市内全域に加えて一部はブリュッセル首都圏地域外にも路線網を有する。そのうち市内中心部を南北に結ぶ系統及び、北東部の環状系統はプレメトロを経由する。また、車体で番号が記されている系統は地下鉄と同等のサービスを提供する。 基幹路線クロノに位置付けられており専用軌道や優先信号機の整備などにより定時制や高頻度運転が実現しているこれらの系統は路線バスと同様途中の電停には乗客からのリクエストがない場合通過することとなっており降車時には事前に座席付近にある青いボタンを押して運転士に知らせる必要がある ブリュッセル市電をはじめとしたブリュッセル首都圏交通が運営する公共交通は統一した運賃が採用されており、1枚の乗車券で全ての交通機関が利用可能である。紙の乗車券に加えて非接触式 IC カードのモービブも展開しており、試験と比べて運賃が安く設定されている。このモービブには無記名式と記名式の2種類が存在し、 双方とも購入時はデポジット代として5ユーロが必要となる。運賃支払いに関しては乗車時に乗客自身が生産、国印を行う信用乗車方式が採用されており、カードの運賃未払いなどの無賃乗車が発覚した場合は高額の罰金が課せられる。2020年時点での主要な運賃は以下の通りである。2020年時点でブリュッセル市電に在籍する。 営業用車両はすべて両運転台式の連接式電車である。1990年代からは超低床電車の導入が継続して行われ、従来の主力車両であった PCC カーの置き換えが進行している。路面電車博物館ブリュッセル市電の車庫のうち、1897年に開設されたボリューエ・サンピエールの車庫については、1982年以降、 市電やトロリーバス、路線バスなど、ブリュッセル市内で使用されていた歴史的な車両を保存する博物館が併設されており、4月から10月初旬の間には毎週日曜日に保存車両を用いた胴体保存運転も実施されている。それ以外にも、イベントや記念行事に際して在籍する保存車両を活かした。 大規模な胴体保存運転も行われており、ブリュッセル市電のルーツとなった馬車鉄道の開通から150年を迎えた2020年5月にも保存車両を用いたパレードが開催されている。ありがとうございます。